NHK 熊本放送局は熊本県を放送対象地域とする日本放送協会の地域放送局。テレビとラジオで県域放送を行っている。九州発の放送局として1928年に開局し、長らく九州沖縄8県を統括する中核としての位置づけがなされていたが、 1992年6月5日の組織改正により九州の中核局としての機能が福岡局に完全集約され、熊本のローカル局として再出発した。囲碁境に至るまで地域に密着した活動を展開している。ラジオ放送のうち第2放送は送信出力 500kW の大電力で県内はもちろん西日本の広い範囲にわたり送信されている。 出力5 0 0ットは日本最大級で他に秋田、札幌、東京本局のラジオ第2放送のみとなっている。旧会関近法山放送省や局たる熊本局の廃止されたアナログ放送で総合と教育の出力が異なっていたことは全国的にも珍しく教育の方が小さかった。1979年までは九州朝日、 放送北九州局の方が、いきなり他局よりも出力を半分に抑えられており、当時は、南区高宮本社から直接電波を出していたテレビ、西日本福岡親局についても、NHK 熊本アナログ総合への影響を抑止するため同様に出力を抑えられていた。大津ラジオ放送所近郊、山放送所出力不字局は NHK のみ設置。いずれも総合テレビ、 ありがとうございます。